はい、こんにちは。お父さんのための審判講座、今日はですね、プロ野球でもアマチュア野球でも最もね、よくね、揉めるケース、ボークについてお話しいたします。ボーク、これはね、実は野球生まれたばっかの頃、ボークなんていう規則はなかったんですよ。でもね、この規則がないと、もう走者は盗塁し放題になりますし、それをじゃあ防ぐために投手もでズルをするようになるんです。とは投げるふりをしてね、牽制しに行ったり、ね、そうするとやっぱり野球がいいものにならない、正しい野球をしなければならない。そのために生まれたのがボークというルールです。そしてこれはいつの間にか13項目にもなりました。前回はですね、頻繁に起こり得る8つのケースについてお話ししたんですけども、万全を期して今回は13個のボークすべてについてお話しいたします。まずボークの、ね、鉄則です。法律の世界では疑わしきは罰しないなんです。これはもう日本の法律すべて疑わしきは罰しないです。しかしボーク、これは疑わしきは罰してください。そうしないといい野球になりません。正しい野球になりません。特に少年野球ではまず正しい投球姿勢、牽制球、これをね、教えてもらいたいんです。技術を磨くのはそこからです。まずは正しいものを最初にしっかりと覚えてください。で、僕をじゃあまず一つずつね、説明いたしましょう。今ほど言いましたようにね、13項目ありますけれども、1番、投球を中止した場合です。投球を中止した場合、これはですね、よく起こります。プレートについている投手、さあサインを見た、いや待てよ、どうしようかな、ね、一度こう入りかけて、いや投球関連する動作を中止した、あるいはもう完全静止して、さあ投げよう、いやどうしよう、ね、例えばランナーが目に入った、あと思ってやめてしまった、投球を中止した、これがまずよく起こりますね。1番目、投球を中止した場合ボーク。あ、一応大前提ね、ボークはもちろん塁上に走者がいるときにしか起こりません。塁上に走者いないときにはボークってのはありません。もう大前提です。次に一塁三塁への偽投、偽投、投げるふりですね、投げるふり、一塁三塁へ、一塁への偽投できない、これはもう以前から決まっていることです。三塁への偽投がルール禁止されたのはまだ3年前です。偽投、つまりプレートについている投手が一塁へ投げるふりをしてやめる、ボーク、ね、同じように三塁に向かって投げなかった、これはボークです。ただしこれはあくまでもプレートについている場合です。外せば、外せばですよ、もう投手ではありません、野手です。だから原則何したっていいんです。野手ですから外せば、投げるふりしてもいいし、実際投げてもいいし、ね、同じです。こっちも三塁も外せば偽投しても構わないんです。大原則はプレートについている投手が一塁あるいは三塁へ偽投する、これがいけません。ですが昔ね、まだ三塁への偽投が認められていた時代にはこういうプレーがよく起きたんです。一塁三塁のケースで三塁に偽投するふりをする、それにつられて一塁走者が二塁が大きくなった、その瞬間に外して一塁へ牽制する、こういうねプレーはよく起きたんですけど、今はこのプレーはできません。これはね、今はできないです。ボークです。今やこのケースでやっていいのは外して三塁へ偽投して一塁へ投げる、このプレーはやってもいいです。野手ですからプレートを外したんで、ね、これをしっかり覚えてください。そしてプレートを外すというのは後ろです。前に外すのは外したことにはなりません。これは外したとは言いません、ね、ですから
前に外して自投する、これはもちろん暴挙です。これは外したことになってませんから、ね、前に外してこれも暴挙です。プレートを外すというのはあくまでも後ろに外すことです。ここをしっかり覚えてください。次に塁の方向へ踏み出さなかった場合です。塁の方向へ、例えば右投手の場合、ね、全然踏み出してないですよね。ボークです、ね、三塁へもそうです。ボークです。三塁へ牽制する軽球を投げるんだったら正しく塁の方向に踏み出す、ね、一塁にも正しく塁の方向へ踏み出す、ステップ&スローですね。ステップ&スロー、ステップ&スローです。いいですね。ですから例えばよく技術だといいんですけども、これはターンです。ステップじゃありません。ステップってのはあくまでも向くことです。塁の方向に向くことです。これがステップです。これはターンです。ですからこれはボークです。いいですね。ステップするというのは少なくとも一つの目安としてです、一兆速ぐらい、これぐらいは必要だということです、ね、そしてこの足、つま先は絶対にその投げる方向の塁に、一塁だったら一塁へ、三塁だったら三塁へ、二塁だったら二塁へ向いていること、これが大切です。ですから左ピッチャーの場合、よく僕になるのはついていると、大きく開いてね、まっすぐ行ってないですよね。こう行ってこう行くと、つま先だけ見れば確かに一塁向いてますよ。でもステップっていうのはその塁に行くんだから、これしかありません、ね、ですから分かりやすく言うと、いいですか、こっちが一塁ですよ。これが正しいステップです、ね、ただしここで気をつけなきゃいけないのは、この場合だったらこれが正しい、もし大きく足を開いているとこういうピッチャーだったらどうか、これが正しいステップです、ね、一塁に向くのは逆にこれは正しくはないんです、ね、むしろこれは投球動作に見えますよね。そしてここを越えてしまったら投球動作の変更になります。これはもうボークになります。とにかく子供には一塁の方向、三塁の方向、全ての方向に対して正しくステップ、まっすぐに向かえる、ステップ、それからスローです、ね、ここを忘れないようにしてください。次に4番目、走者のいない塁走球する、ね、これは分かりますよね。例えば一塁に走者がいない、二三塁なのに一塁に、まあこんな子はいないと思います。いないけれどもたまにねいるんですよ、やっぱりね、うっかりね。ついこの間もプロ野球でもありましたね。確か一塁走者が盗塁してたのに、投球に夢中になってたピッチャーがね、一塁に牽制球投げてしまったと。当然ボークです。走者のいない塁に投げるんですからね。でもね、走者のいない塁でもね、たまに起こりるんです。それはどういうケースか、例えばピッチャーが、あ、一塁走者が走った、気配を感じた、そうすると今度正しく二塁に投げてもいいんですよ。牽制球を二塁に投げても、これはプレーのために必要だからです。で、一塁走者が盗塁したのを見て、まだ二塁には走者はいません、でも二塁に一塁から盗塁している走者を指すために正しくステップして二塁に投げる、これはボークではありません。走者のいない塁に投げてますけども、でもう一つね、走者のいない塁に投げてもいいケースがあるんです。どういうことかというと、アピールのため、例えば
スリーベースヒットを打たれましたと。そしてさあ、じゃあセットポジション入った。その時、いやいや、今のバッター2塁を空間してるんじゃないかと。でアピールしよう、ね、そういう時には2塁に投げてもいいんです。アピールのためのプレーだからです。これは牽制球じゃないから、ね、こういうケースは走者のいない塁に送球してもいいんです。まあ、以上4つが、今日の、防空講座です。はい、第1回終了いたします。